はい、皆様こんにちは、かよまりのでございます。時々ね、このスタイルでちょっとやっていこうかなというふうに思っております。うちのね、会議室、せっかく壁紙がいい感じなので、動画映えするね、ところなので、ちょっとしばらくというか時々恒例でここで撮っていきたいと思います。で、今日のですね、テーマは2023年の振り返りにしたいなと思っておりまして、早いものでね、2023年もう終わりということで、もうあっという間ですね。2023年も本当にいろんなことがありました。で、ちょっと思い出しながらね、話していくと、まず会社経営全般ですね。私が経営する司法書士法人永田町事務所、それからサナギコンサルティング、あとまあストックオプションの会社とかいろいろあるんですけれども、まあそれぞれね、2022年よりもいろんな意味でいい結果になったんじゃないかなというふうに思います。で、特に司法書士法人永田町事務所は結構変化があって、メンバーの入れ替えもそうですし、司法書士業務というのも着実とね、増えております。で、あと大きいのは、動画でも何度か発表しましたけれども、 NHK の受取請求書代行サービスの方を、まあ、終了したということもあるのかなと思います。それから株式会社サナギコンサルティングの方では、バーの経営を引き続きやったり、まあ、動画配信とかウェブメディアの運営とか、これは結構ね、幅広くやっているんですけれども、まあ、何よりね、バーが結構やっぱり面白かったりもします。ただ純粋なバーの経営と見せてね、見てみると結構大変な部分もあるんで、まあ、そこはね、まあ、今後来年は改善したいところだかなと一つ思っております。で、コンサル関係に関しては、まあ、本当に順調になっています。で、まあ、こういった私が持っている会社法人全部ひっくるめて、まあ、連結で見ると、まあ、売上も利益も過去最高にはなっているので、まあ、いい結果だったんじゃないかなというふうにね、思っております。で、あとは、いつもね、目標にゴルフとか出すんですけど、ゴルフはね、やっぱ仕事が忙しくて、今年あんまり行けなかったです。で、私、暑いのも寒いのも本当に無理なんで、夏になると行かなくなるし、冬になるとも行かなくなるんで、結構ね、ゴルフ行くシーズンっていうのが限られてるんですね。で、まあ、行った中でも、まあ、ぼちぼち100を切ってこともあれば、100を超えることもあってってことで、まあ、アベレージ100切りっていうのは、まだまだ遠かったなっていうところですけど、まあ、一応、女性でも100を切って回れるっていう実績もあれば、まあ、それなりにですね、迷惑はかけないかなというふうにはね、思うので、ちょっと来年ね、またどっかでゴルフをね、しっかり時間取って極める時間作りたいなっていうふうにも思っております。それから、YouTube の方ですね。YouTube の方は、日々皆さんに見ていただいているおかげで、順調にね、登録者も増えて、来ました。で、登録者は今年は、4145人かの増加ということで、いや、これは本当10万人を目指して私からしたら非常にね、少ないという結果になってしまっているんですけれども、まあ、それはね、自分が配信しているコンテンツとか、まあ、いろいろなね、問題要素はあると思うので、そこはね、やっぱりみんなにね、引き続きずっと見てもらえるようなコンテンツを作っていきたいなっていうふうにね、思っています。まあ、結構ですね、もう習慣みたいな感じで毎日アップロードして、時事ネタとか何かあったらネタを話すみたいな感じになっているんで、またちょっと別の要素も取り入れていかなきゃいけないなっていうふうには少し反省しています。で、あとは YouTube 絡みでオフ会もね、今年ですね、4回ぐらいかな、開催して、YouTube 見てくださっているリスナーの方と触れ合う機会っていうのもあって、よかったなというふうに思います。また来年もですね、どこかでオフ会を開催したいなと思ってるんですけど、ちょっと年に1回なのか、年に3回、4回やるのかっていうのは、結構毎年不定期なんで、ちょっと引き続きね、オフ会情報は見逃さないでいただきたいなと思います。最近のオフ会はね、それこそ私が経営してるバーでやっているんで、結構皆さんもバーに来てみたいみたいな人もいて、そういう人とかにもね、喜んでいただけるし、あと結構内装もこだわって作ってるんで、まあ、オフ会があったときは、ぜひ皆さんね、ご都合合わせることができれば来てください。はい。まあ、そんな感じですかね。あと、できなかったこと。
やりたかったけどできなかったことっていうことで振り返ってみると、司法書士の常勤の採用ですかね。やっぱ司法書士業務って私結構引き受けてるんですけど、自分で処理できるものもあれば、結構今外部委託しちゃってることが多くてですね、それで本当足りてしまってるってことがあるんですね。でただやっぱり新しいメンバーもどんどん入れていきたいなっていうのもあるんで、司法書士の採用っていうのはちょっと来年どっかでね頑張ってやっていくことができればいいなっていうふうには思っています。また来年は来年でね目標立って頑張りますけれども、まあ、法人の売り上げとかは順調にね伸びてきているので、ひとまず合格の年だというふうにね思っております。はい、ということで今日はですね、2023年の振り返りということで、お話しさせていただきました。またね来年も皆様どうぞよろしくお願いいたします。ということで以上です。ありがとうございました。